天王丸、どうも、レイ丸です。本日はですね、レイ丸のユニゾンエアーの新紹介をしていきたいなって思います。さあ、行くぞ。はい、ということで、まあ、サムネイルをね、見ていただいた方は、ご存知だと思うんですけども、レイ丸、ユニゾンエアーがね、9月末リリースされてから、とうとうね、課金額が20万円を超えてしまいました。ちょっとね、びっくりしました。この前ね、計算したんですよ。課金額どれぐらいいってるのかなって思って。じゃあ、としちゃんのとこら辺で16万ぐらいいってて、まあ、そっからまあ、なんやかんや課金して、5月で20万に突破しました。やってしまったね。まあ、普通の無課金勢とか、ちょっとだけ課金したことあるよっていう方からしたら、まあ、20万ってね、まあ、すっごい大量のお金で、なんでそんな金かけんねんってなるんですけども、まあ普通に欅坂のグッズにまあ10万とか、ライブ全部通したら10万とかかけているので、ここにはユニゾンエアにかける金がまあ決して多いわけではないかなって感じております。まあ多いけどね20万は多いけどね。うん、まあ多いけど、まあまあまあっていう感じですね。なので6月はまだ課金しておりません。ちょっとね、当分大きな課金はちょっと控えたいかなってさすがに思っております。20万ってね、 iPhone 11 2台買えるからねっていうぐらい、まあ課金はしてしまったんですけど、別にそんなネガティブな印象ではないかなって思っております。まあ皆さんと一緒にねガチャ引くのも楽しいし、まあこんだけね新カードが集まってフォトも見れてるのもほぼほぼ生写真みたいなもんなので、全然、お金かけてることに関しては悔いはあんまり感じております。まあ20万ってまあすごいけど、ガチャを引くときってね、まあそのカードが欲しいとか、まあフォトが欲しいとかもあるんですけども、そのガチャを引く瞬間に時間をね、費やしてる。ガチャを引く瞬間が楽しいから、その楽しい時間にお金を使ってるっていうエンターテインメントでね、時間をね、お金で買って楽しむっていうのがエンターテインメントだなって思っているので、レイ丸は全然、問題ないかなと思っております。ということでね、前置きは長かったんですけども、10万円分のシーンをね、紹介したいなって思います。これがね、多いか少ないか分かんないですけど、SSR が。ちょっと見ていきたいなって思います。欅と日向両方合わせた新カードの SSR 一覧なんですけども、iPhone で見れるこのボックスが横に9人、で、縦に4列が1面と呼ばれて、1面が36枚なんですよね。で、それが、こちら2面、3面と、残り1段の5人まで埋まってるので、計113枚の新カードがあります。これが少ないのか多いのかが分かんないですけど、まあこんだけ SSR 集まってるのはすごい嬉しいなって思ってるので、今から欅日向、別々でこう紹介していきたいなって思います。まずは欅坂のメンバーですね。1枚ずつね、紹介していくので、まあ、尺は長くなるんですけども、お付き合いくださったら嬉しいです。で、15秒スキップとかして自分の持ってるシーンと照らし合わせて確認するだけでもいいので、ぜひね最後までご視聴よろしくお願いいたします。欅坂はですね、1面と2面ないので、7列ですね、63枚ですね。欅の方が多いんかな、 SSR はね。見ていきましょう。こちらガラ割れニジカですね。ニジカは1枚しか持ってないっていう形でございます。で、祈りちゃんが2枚ですね。こちらの秋服とガラ割れの祈りちゃんサインですね。こちらはサインですね。研修生ツアーの名古屋で、現地で当てた祈りちゃんですね。で、次、ウエムは1枚で、柄割れ、ですね。こちら、かわいいね。まだ最後まで解放はしてないんですけども、この赤服かわいいなって思ったと思います。で、オゼキが2枚。サイマジョのオゼキと、フォーカス、鉄ナのオゼキですね。で、オダナナは1枚ゲットしたんですけども、2人セットのオダナナですね。続いて、ミーちゃんが3枚。こちら、フォーカス、ノーバディフォーカスのミーちゃんと、サイマジョのミーちゃん、こちらサイン入りとなっております。めっちゃサイン可愛いよね、このミーちゃんのサインで。2人セゾンミーちゃん、まあ最強と呼ばれているね、赤の2人セゾンのミーちゃんでございます。総合力1609で、全部マックスにしております。ユイポンが、あ、ユイポン1枚なんや。ユイポンはまあ唯一無二のね、柄割れ、ユイポンを持っております。こちらリサとのペアショットなのですごい素敵ですね。次、フーちゃん、愛しのフーちゃんは2枚ですね。セゾンフーちゃんと
こちらフォーカス二人生存ふーちゃん、こちら紫のセンターで今使ってますね。続いてしーちゃんがですね、5枚 1,2,3,4,5,6 しーちゃん6枚持ってるやん、すげー。しーちゃんこちらノーバディ、いや美しいレイマルのリア友のイーちゃんがしーちゃん推しなので、これはちょっとね怒られそうですが、しーちゃんのノーバディと、先日当てたしーちゃんのアンビバですね。いやこれもマジで美しくない、これやばくない、やばくない、まだ1個解放してないけどこれやばいと思います。で柄割れのしーちゃん、こっちもいいね。この時のしーちゃんも可愛い、しーちゃんいつ可愛いっていうか美しいよね。でこちら冬服のしーちゃんでございます。いやーやべえね。でこちらはフォーカス片見らしーちゃんです。前髪のせい、このツアーの時のしーちゃんもすごいいいよね、アンビバキの。でこちらがですね、サイマジョしーちゃんでございます。計6枚持ってましたね。で続いてユッカーが4枚、こちらアンビバユッカーと二人セゾンユッカーで、こちらフォーカスの鉄内ユッカ、こちら今緑のセンターとして使っております。でこちらサイマジョのユッカですね。続いてモンちゃん、愛しのモンちゃんは4枚ですね。柄割れを持っていない、二人セゾンモンちゃん、秋服モンちゃんで、フォーカスの、柄割れモンちゃんで、サイマジョのね、最強と、まだまだ最強、現役で最強のモンちゃんですね。弓根は1枚ですね。この振り袖の弓根しか持ってないですけど、この弓根持っております。で次チケモン、チケモンは4枚ですね。柄割れチケモンと、フォーカスの、世界チケモンですね。かわいい、マジでチケモンかわいい。セゾンチケモンにこちら秋服チケモンのサイン入りと、いやありがとうございます、サイン入りでございます。続いてほのちゃんは2枚ですね。秋服のほのちゃんで、そして、アンビバ、今青でねちょっと強いと言われている青のほのちゃんでございます。続いてナーコが3枚ですね。ナーコちゃん今3入り、こちら振り袖の3入りナーコちゃん持っております。で柄割れナーコちゃんに、サイマジョナーコちゃんということで、ナーコちゃん持っててよかったね。で続いてハブちゃん、こちら冬服のハブちゃんに、セゾンハブちゃんで、さらに、こちら青で今強いと言われてるねほのちゃんと2強で活躍しておる柄割れハブちゃんですね。この写真マジでモデルすぎ、いやマジで良い。続いてアチャですね、葵ちゃん、こちら秋服の葵ちゃん持っております。オーバディの葵ちゃんで、最後二人セゾンの葵ちゃん。セゾン結構持っとるね、全体的にセゾンサイマジョはまあ持っとるね。続いてテチ、2枚しか持ってないんですけども、柄割れフォーカスのテチとキヤキ共和国のテチですね。いやこのね後ろのミーちゃんがすごいいいんすよね。はい、続いてカリンちゃん、カリンちゃんは3枚ですね。こちらサイマジョのカリンちゃんに、アンビバのカリンちゃんで、こちらイベントで手に入ったフォーカス世界のカリンちゃんですね。オッケー。続いてまつりちゃん3枚ですね。柄割れまつりちゃんと、フォーカス危なっかしい計画のまつりちゃん、そしてこちらまあ現役でまだまだ最強と言われている秋服の、あ、ほのちゃんからメッセージが届きましたね。秋服のまつりちゃんでございます。続いてリコピ、リコピは4枚持ってます。秋服のリコピと、この前手に入れたアミバリコピ、振り袖リコピにサイマジョリコピっていう感じですね。 OKOKOK。で続きましてヒカルちゃん、ヒカルちゃんは1枚なんですよね。まあ、ちょっと強いね、紫で強い柄割れのヒカルちゃん、1枚持っております。で続いてアカネンが2枚、フォーカス片ミラのアカネンと振り袖のアカネン、いやマジこれ美しい。で続きましてテンちゃん、ようやく最近テンちゃん当たりました。最近テンちゃんのサイマジョ当たりました。でテンちゃんは1枚ですね。でペイちゃんが3枚と、柄割れペイちゃんと、サイマジョペイちゃん、こちら3入りとなっております。こちらフォーカスの世界ペイちゃんですね。で最後リサ、リサがね1枚しか持ってないんですよ。あんだけリサ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 言うとるんねんけど全然持ってないっていうね。ってな感じで、欅坂の新カードは63枚ですね。続いて日向坂見ていきましょう。日向坂は、4列5列5列と、5枚なので50枚ですね。50枚、113枚中の50枚、まあ欅坂とまあ半々ぐらい、6対4の割合ぐらいで、持っております。でまず見ていきましょう。井口、1枚しか持ってないんですけど、地味に井口ね、これ赤のね、
リーダースキル1000全パラップなんですよね。まあスキルは残念なんですけど全パラなので全然、まあ使えるっちゃ使えますよね。ナッチョですね、こちらときめきそうナッチョフォーカスなんですけども、ナッチョは自力で SSR を手に入れてないんかな。これ多分イベントで手に入ったナッチョだと思うので、うん、いやそれはまあラッキーかな、イベントで手に入ったので。で続いてトシちゃんは3枚持っております。こちらキュンのトシちゃんと、フォーカス君に話しておきたいことのフォーカストシちゃんと、先日単発で当てさせていただいた、加藤シオハッピーオラのトシちゃんです。続いてはオミク、オミクは2枚持っております。振り袖のオミクとフォーカスハッピーオーラのオミクですね。これいいね、この写真。次ひなのなのは4枚持ってますね。ひなのなの、期待しないジム、これレアですよね。この期待しないジム、ひなのだけの唯一の衣装というか、水色がかったこの期待しないジムの衣装はすっごい貴重なので、これ手に入ったの普通に嬉しいなって思っております。で振り袖のひなのに、キュンのひなの、そしてフォーカスの、キュンひなのでございます。で続いて変わったひなちゃん、この前までね川田ひなちゃん持ってなかったんですよね。川田さん、川田さん自力で SSR 手に入れてなかったので、この前のイベントでねアーリーサマー社員の川田さん手に入ったので、まあ頑張ってよかったなってすごい思っております。で続いて小魚が4枚持っております。ジョイラの小魚とこちら先日当てたハッピー、この小魚やばない、無敵じゃない、可愛すぎマジで。でこちらオールスター感のあるフォーカスキュンのカードですね。いやこれマジお気に入りやから。こちら振り袖の小魚でございます。で次キョンコ2枚ですね。キュンキョンコとフォーカスハッピーオラのキョンコでございます。で続きましてキャプテン、キャプテンはですね冬服のキャプテン1枚と、まあ黄色のセンターでまだまだ活躍できる佐々木久美ですね。でフォーカスのジョイラ佐々木久美でございます。で続いてミーパンは4枚ですね。いや俺これめっちゃ好きなんよね。これは秋服ですね、おそらく秋服の、ミーパン、いやめっちゃ可愛いないこれ、やばいよね。で、この前のイベントで手に入れたアーリー様社員のミーパンでございます。で今黄色でね活躍している期待しない自分の、ミーパンにフォーカスのハッピーオーラミーパンでございます。めっちゃいい感じ。で続いてはマナフィーですね。キュンと、こちらエールイベントマナフィーを走るきっかけとなったホワイトドレーミングの冬服のね、マナフィーでございます。こちら緑で強いですよね。で続きましておたけ、おたけは、ジョイフルラブとキュンのおたけ持っております。このおたけめっちゃ大好きです。でおすずは4枚持っております。ハッピーオーラおすず、期待してない自分おすず、いや髪の毛長いのもいいよね。でフォーカスときめきそうのおすずに、キュンのおすずお持ちでございます。続いてニブちゃんは 1,2,3,4,5,6 枚、ニブちゃん6枚持っております。秋服のニブちゃんと、ジョイフルラブのニブちゃん、さらにこの前手に入れたハッピーオーラのサイン入りニブちゃんでございます。この明かりって書いてるのがすごい可愛いですね。で続いてフォーカスの、沈黙ニブちゃん、沈黙ニブちゃんに、君に話しておきたいことニブちゃんで、最後、フォーカスのジョイフルラブニブちゃん、こちらお気に入りシーンで上げさせていただいたんですけど、先日ねユニア内のデータの中で好きなフォトトップ5っていう動画をこちら出したので、ぜひねまだご覧になってない方はご覧になってみてください。概要欄にリンク貼っておきます。で続いてメイミーですね。メイミーは3枚持っております。耳に落ちる涙フォーカスのメイミーと、期待してない自分メイミー、こちらは家族性で強いメイミーですね。冬服のメイミーでもております。こちらも単発で当てた経験があります。続いてコノちゃん、コノちゃん3枚ですね。ジョイラコノちゃんに君花のコノちゃんで、フォーカスのジョイラコノちゃんを持っております。 で次マナモ、マナモは2枚ですね。君花のマナモに、キュンのマナモですね。キュンのマナモも、いや可愛い、こう改めてフォト見返すとマジで可愛いって思うことめっちゃあんねんな。で最後ベミホ3枚持っております。キュンベミホと、期待してない自分ベミホ、いやこれも可愛いよね。で最後フォーカスのキュンベミホということで、最後まで紹介しきりました。はい、ということでいかがでしたか。これがね、霊丸、20万円積んだ SSR の数々なんですけれども、全然ね課金しなくても十分遊べるゲームです。ジェムもね定期的に配ってくれますし、イベント走ればジェムももらえます。なのでこんなに課金する必要はまあないっちゃないんですけども、まあ、レイバルはねエンターテインメントをね、お金で買うっていうことをねすごい楽しくやっておるので、すごいポジティブな20万円の使い方をしているのではないかなって自分では思っております。はい、
まあ、さすがにねちょっと使いすぎたなっていうね自覚はあるので、6月いっぱいはねなるべく課金は抑えたいなって思ってるので、はい、ガチャ動画とか少なくはなってしまうんですけど、またね課金するときとかガチャ引くときは動画出しますので、生放送とかもしますので、ぜひねそのときはお越しください。長い間ね最後ね見てくださった方ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価コメントもねぜひよろしければよろしくお願いいたします。ということで本日の動画以上となります。バイバーイ。